YouTube ABC 公式チャンネルひよこさムービーをご覧いただきありがとうございます。 ABC 新人アナウンサーの斉藤真美です。今私は ABC の8階アナウンス室の手前に来ています。こちら窓からは堂島川が見えており、とても見晴らしのいい立地になっています。いい会社ですよ。ではちょっとこちらをご覧ください。ABC でしているいろいろな番組のポスターが貼っています。いつか私もこのポスターに顔が乗れば嬉しいです。こちらこの角にアナウンス室があります。たくさんのアナウンサーの方がお仕事をしていらっしゃいます。手前にいる平岩さんにちょっとお話を伺いたいと思います。すいません平岩さん、お仕事中失礼します。はいはい、ひよこさんムービーのちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、ちょっと入社2年目ということで、はい、今1年目と違ってこういうところ成長したなみたいなところあったら教えてください。成長した緊張しすぎでしょ。俺まで一気に緊張したよ。もう昨日そこ怒られてた。昨日そこ怒られてた。成長したところ、はい、いやあの緊張しなくなって仕事に対して、まさにこういう緊張が、まさにこういう緊張が今ビシビシ伝わって緊張しますけど。なるほど、はい、あじゃあそうですね、これから甲子園が始まりますけど、はい、私も甲子園のお仕事させていただくと思うんですけど、はい、なんかこうアドバイスとかあれば教えていただけますか。まあ、単純に楽しむことが大事かな。あ、雰囲気がすごい高校野球がいいんで、はい、球場に行って、はい、みんな熱い高校球児たちいるんで、自分も一緒になって、はい、夏は楽しむぞってなれば多分非常に楽しくできると思います。1年目の時はもうすぐにわーって楽しめましたか。そうですね、スポーツ好きだったんで、高校生がキラキラしてるの見れば、はい、自然にテンションも上がって緊張もなくなると思います。楽しむためのコツってありますか。楽しみたいすごい。まあ、高校球児を本当に好きになったりとか、はい、まあ、自分がもしねちょっとひいきって言ったら言い方悪いけど、はい、好きな高校があるんだったらそこを単純に応援してもいいし、はい、あなるほど、うん、あじゃあのめり込むことが大事。私ものめり込んで楽しんでいきます。頑張ってください。じゃあすいません、最後にちょっと、はい、申し訳ないんですけれども、1年目の私に何かこうエールとかあれば。エール。この機会にぜひお願いします。僕ねそういうのねめっちゃ苦手なんですよ。そうなんですか。なんで頑張れみたいな感じでしょ。あじゃあ別にけなし言葉でもいいけど。けなし言葉。けなし言葉って。このドブス。ナイスタイミングです。以上ひよこさんの